そうですね、オキプロ YouTube では初めましてです。なので自己紹介します。せーの、フレッシュレモンになりたいの。どうも、みなみこたちかみです。ということで、私自身のですね YouTube チャンネル、フレモンチャンネルでは普段ね、メイクだったりコスプレだったりなんかいろんなね、バラエティに富んだことをやっているんですけど、今回はまあね、オキプロYouTube ということなので、ちょっと真面目にやっていこうと思います。第1弾では、女子力を上げるためにじゃーん、料理に挑戦していきたいと思います。それでは、レッツクッキング。簡単そうなレモンゼリーを作ってみたいと思います。材料を紹介しておきます。レモン1個、お水90から100cc でございます。蜂蜜大さじ2、粉ゼラチン、こちらが 5g、 砂糖 30g です。はい、こちらの材料でね、レモンゼリーを作っていきます。まず最初にレモンをですね、縦半分に切ります。以上。でもね、私もレモンチャンネルの方で一応レモン料理企画をやったんですよね。なので意外とできます。はい、じゃあこんな感じで綺麗なね、断面図です。で、これを中身をくり抜くみたいな感じ でこれがね、レモンゼリーの器になるわけ。結構滑りますので皆さんご注意してください。うわ、いいですね。で、このレモンゼリーも使うんですよ。なので捨てずに取ってみてください。じゃーん、綺麗に3つも剥いてました。もう1個じゃやっていきます。よいしょ。結構でも力がいるので、ね、もしお子さんと一緒に作るときは気をつけていただいて、周りにね、こう刃物とか置かないように言ってください、ね、こっちもお肉ですね。できました、くり抜きました。続いてはお鍋に水を入れます。そして沸騰させます。 OK。 もうすごいグツグツできました。沸騰してきたので食べます。じゃあ、ここにさっきねくり抜いて絞りましたこちらのレモン汁を入れてきます。はい、火を止めてから入れてください。はい、レモン1個分入ってます。で、これでちょっと混ぜ合わせますね。いいですね。続いて、そこの中に粉のゼラチンを入れます。で、溶かします。よいしょよいしょよいしょ。なんかゼラチンに、ね、なんか沸騰すると思いますね。溶けてきましたら、次は蜂蜜を加えていきます。で、おー、すごい。はい、蜂蜜を入れることでレモン濃度がすごい増しましたね。最後に砂糖を入れます。えい、さあ、あとはこれを溶かしていきましょう。今度はこのレモンの皮の型の中に流し入れていきます。これを冷やして固めます。出来上がりをお楽しみに。先ほど入れましたこちらのゼリー、冷蔵庫から取り出してきました。じゃーん。最終仕上げとしまして、ミントを飾っていきます。草生えたみたいになっちゃいましたけど、あー、思い立ちました。レモンの葉っぱみたいな感じでどうですか。完成です。じゃーん。はい、どうでしょうか。では、いただきたいと思います。お、すごい、めっちゃプルンプルン、なんかプルンプルンです。すごい、蜂蜜も入れたし砂糖も入れたから甘ったるいかなと思ったんですけど、意外とね、それぐらい入れても大丈夫かな。さっぱりしますね。
果肉も入ってて弾力がすごいあって、グミみたいな、レモングミジュレみたいな感じのゼリーです。これ普通に美味しいです。ということで今回はレモンゼリーを作ってみました。割とすぐ簡単にね、混ぜるだけでできたので、食後のデザートにぜひ作ってみてください。以上、みやりんのクッキングでした。またね。